ナタリア・ペトローブのオシポワは、ロシア・モスクワ生まれのバレリーナ。現在ロンドンのロイヤルバレエ団のプリンシパルバレリーナ。モスクワに生まれ、9歳から、ミハイル・ラブロスキー・バレエ学校でバレエを学ぶ。1996年から2004年にかけて、ボリショイ・バレエ・アカデミーにて、マリナ言葉を呼び、マリナ・レオノワに支持した。18歳で、ボリショイ・バレエに、コールド・バレエとして入団。 2005年にアレクセフ・ァジエチ・フ・バン・ドン・キホーテで木取り役を踊って、批評家の称賛を浴び、2006年にソリストに昇格。2007年にはダンスマガジン氏が選ぶ注目の25人に選出され、2009年にリーディングソリストに昇格した。2010年にはプリンシパルに昇格するが、2011年に芸術的な自由のためとして退団した。 ボリショイバレー対談後には、アメリカンバレーシアターのメトロポリタン歌劇場でのシーズンに客演した。同団では、ドンキホーテで、ホセカレーニョと共演したほか、眠れる森の美女と、ロメオとジュリエットでは、デイビッド・ホールバーグと共演した。眠れる森の美女の公演の前週に、メトロポリタン歌劇場の外で強盗に襲われたが、幸いにも、軽傷で済み、 無事に公演を迎えることができた。オシポアの被害は、トゥシューズ一足と、それを成形するための、小さなハンマーだけであった。2011年12月には、ミハイロフスキーバレーに入団した。2011年には、ロイヤーサフの、シックスイヤーズレーターで、ジェイソン・キッテルバーガーとパートナーを組んだほか、アレクセイ・ラトマンスキーの、悲しき割りツに出演した。このシーズンには、 ルートビヒバン・ベートーベンの月光・ソナタや大石、ユーカによるシューベルトのアベマリアなど、いくつかのソロ公演をこなした。2013年4月8日には、オシポアが、ロイヤルバレエ団にプリンシパルとして入団することが、発表された。ロイヤルバレエ団とは、以前に、白鳥の湖に客演した縁があったが、オシポアは、この遺跡の同期として、より幅広く多様なレパートリーがあることを挙げた。 2013年11月21日に、マクミラン版、ロメオとジュリエットに、カルロス・アコスタとのペアで出演して、ロイヤルバレエ団でのデビューを飾った。続いて、クルミ割人形とジゼルでは、アコスタとフェデリコ・ボネッリと共演している。2016年には、アナスタシアで、アナスタシア大公女、アンナ・アンダーソン役を演じた。2018年には、1975年の、 アントニー・チューダー作、ハワイロアセテを改訂した、ピュアダンスにデイビッド・ホールバーグと共に出演した。2019年には、アーサー・ピッタのザ・マザーに母親役で出演、同年6月には、ジェラルド・フォックスのドキュメンタリー映画、ホース・オブ・ネーチャーにも出演した。また、ニューヨークのリンカーン・センターでのジゼル公演で、デイビッド・ホールバーグと共演した。 ありがとうございます。